もっともっと世界ウーマン。この番組は世界で働く女性たちを応援するポータルサイト世界ウーマンがお送りするポッドキャストです。世界ウーマンファウンダーでオランダ在住の藤村ローズと、事務局のマカオ在住の周里子と、ナビゲーターの本田理沙が毎週サイトで紹介された内容をピックアップしながら楽しくおしゃべりします。こんにちは。今日も声ガラガラになってしまった本田理沙です、ローズさん、里子さん、今日も楽しくおしゃべりしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、あの季節の変わり目はですね、だいたい私こんな感じなんですけれども、2人はなんか大丈夫ですか、うん、体調の方は。めちゃめちゃ元気です。まあね、私はね、なんか眠いです。最近春だね、やっぱり。さとこさん、眠くないですか？なんか眠い時期はもう過ぎましたね。今はもう結構夏モードな感じで、もう、はい、汗かいてますよ。エアコンつけております。今マカオはどのくらい温度あるんですか？温度はですね、ちょっと待ちあれ、ね、温度で言うと23度。あ、そして湿度は 87% あります。お、夜ですけどね。さすがね、夜なのにこれだからね。さすが熱帯の。うん、亜熱帯。うん、本当ですよ。でもだから喉は潤ってる、うん、あ、それは素晴らしい。羨ましいです、うん、もうこのガラガラ声にしたらもう潤ってるのすごく羨ましいんですけども、オランダはね今からこう暖かくなってきた感じなんですよね。そうですね、数日前までね、ほんと 3,4 度とか急にあられが降ってきたりとか寒かったんですけどようやくちょっと落ち着いてきたとこですかね。よかった。天気はね、 3,4 度って、そう、天気はすごくいいんですよ。ああ、そっか。そうで、こう暖かいから油断してちょっと薄着で出るとうおってなっちゃうみたいな。そうだね。まあ出た瞬間にわかるから戻ることになるんですけどね。マフラーしとこうかとか、そうそう、手袋しとこうかとか。そうだね。はい、そうかそうか。感じです。そうですよね。日本もですね、もうそうですね、朝晩冷える感じの、まさに春らしい季節になってるんですけども、この間ね、うん、散歩の話もちょっとしたじゃないですか。もともと世界ウーマン、はい、あれもあって、うんうん、もう天気なんだろう、春っぽくなってきたから、私もねちょっと運動しようと思ってこう外ジョギングしてたんですけど、うん、口呼吸したらもうこれですよ、すぐに。あー、それでやられちゃったんだ。口呼吸もうね、ほら普段もうずっともう1年以上みんなマスクしてるでしょ。だからもうね、うんうんうん、喉がすごいデリケートになってるみたいで、ちょっとその日はね、ランニング用のマスクを洗っちゃってたからしてなかったんですよ。でも直で吸ってたから、うん。ああ、そうだよそうだよ。ランニングするときマスクとかしてたらもうさ、呼吸困難になっちゃうじゃん。うん、あ、そうなんですよ。最初はしてたんですけど、うん、ちょっとだんだん鼻だけ出して、でだんだんもう口も出してみたいな感じで、で口呼吸してたらもう次の日こんな感じでしたね。うん、皆さんも、はい。そうなんだ。はい。まあ、そんな感じなんでね、もうマスクに守られてるのはいいんですけど、うん、だいぶデリケートになってるので皆さんも気をつけてください。はい、で今回のコラムご紹介させていただきたいと思います。はい、今回は2019年5月15日、うん、マレーシア在住の土屋よしこさんが書いてくださったコラム、マレーシアのラマダン期間ならではのお楽しみ前編、ラマダンビュッフェについておしゃべりしていきたいと思います。はい、お願いします。お願いします。はい、ラマダンは、もう今年はねもう始まったんですよね。うん、そうです。そうそうそう、4月13日、うん、から今週始まったばっかですね。そもそもね、あんまりなんだろう、ラマダンっていう言葉聞き慣れない方のためにですね、コラムの中ではちゃんとラマダンとは何かも書いてありますんで、ここでちょっとご紹介させていただきたいと思います。ラマダンとはイスラム教にとって信仰心を高める修行の一つですね。日の出から日没まで、うん、日の出ている間は一切の食べ物と飲み物を口にすることができません。
また断食だけでなく、この期間の日中は喫煙、性行為、不適切な言動、喧嘩なども禁じられていますということですね。修行ですね。修行ですね、本当に。そう、うん、だからね、断食を行うことで自分をコントロールして、自分の欲望をコントロールして、すごく、うん、神聖な気分になるらしいですよ。うん、あとはなんか私が見たね、なんかテレビ番組では、うん、やっぱりこのラマダン期間は神様がいつも以上に見てくれていると、普段の2倍3倍見てくれているから、なんかその分頑張れるみたいなね。やっぱり結構その、そういう風になんか言ってる。そこはなんかどこだった、ドゥバイかどっかだったかな、なんかそういう同じようにラマダンやってる国の人たちはね、そういう風に言ってましたよ。なるほど、そうなんだ。うん、まあ、だからさ、なんか日本でもあるじゃない、この日になんかお祈りをしたらいつものなんか 何万倍の効果があるみたいなさ、なんかそういう徳を積むみたいな感じなのかもしれないよ、もしかして。何の日、そんな日あったっけ。なんかあるよね、なんかそういうさ、一粒万倍日とかそういうやつ、そういうのかもしれないし、なんかそう、なんか他のでもあるかもしれないなと思って、じゃあ初めて聞いた気がするんですけど。本当結構あるよ、そういう徳を積むっていうさ。やっぱりみんなさ、いろんなさ、あれやこれやの手を考えてさ、うん、そういうなんていうのかな、宗教っていうかさ、みんなお行儀よくしようねとかさ、ちゃんと規律を守ろうねみたいな感じでさ、やってるんじゃないの、どこの宗教もいろいろ考えてあ、そうですか。なんかそんな、なんかね、学校のなんとか習慣みたいなのが宗教界でもあったと、仏教でね、あったんですね、うん、あるんじゃないですか。いやでもそう、ラマダンといえば絶食ですよね。絶食 ね、いやきついわ、うん、やったことない。まあ、でもさ、正直これ半日断食なわけじゃない。その日が出てる間食べちゃいけないわけでしょ。そうですね、うん、でもまあ水を口にしちゃいけないっていうのが辛いよね。水どころか唾も飲み込んじゃいけないですからね。あ、そうなんですか。知ってた？唾出てきたらペッペッって吐かなくて吐いてる。うそー。あ、ほんと、うん、どんどん乾いちゃうね。じゃあ口の中が結構。いやーちょっとね、大変だな。確かに絶対無理。そうね。なんかお二人は身近な人で、こういった絶食とかや、ラマダンで絶食してますっていう人いましたか、今まで。今はいないけど、ほらマレーシアに住んでる時、あ、そうよ、それこそ、そうよ、ローズさんはマレーシアにね住んでたから、うん、そっか。なんかね、私たちはもちろんやりませんけど、なんかすいませんねって感じで昼間もねいただいてましたけども。でもね、基本的に、うん、そう、レストランとかお休みですか、お昼は。いや、やってるんじゃないかな、一応。あ、そうか、そう、イスラム教以外の人に向けてっていうことか。あ、そっかそっか、別に空いてないとは思わなかったですね。でもやっぱ目の前でなんかあんま食べたり飲んだりしないようにっていうのはちょっと気をつけてはいましたね。そうだよね、気にするよね、やっぱり。やっぱなんかね悪いなと思って確かに。私はお手伝いさんがね、マカオにいた時のお手伝いさんがやっていて、でももうマカオ暑いじゃないですか、この時期なのに、もう本当に飲まず食わずでやってるのを見て、なんか本当にやるんだなってのを思いましたね。なんか一応ね、決まりはあるとしても、まあ、多少は飲んだりするでしょうみたいに思ってたんですけど、本当に飲まないんですよね、食べ物も食べないし。お手伝いさんはどこの人、マレーシアの人ですか。インドネシアでした。あ、そっか、うちのお手伝いさんもインドネシアですけどね、今日も元気にバクバク食べてましたよ。あれ、インドネシアさんはあれじゃない、じゃあ生理中とか妊娠中とかそういう人は免除みたいですよ。あ、そうなんですか。そういうのは考慮されるみたい。いや、なんか年中食べてるイメージありますけどね。おや、やってないのかな。やってないのかな、うん、人によりきりなのかな。そう、人によるらしいですからね、やっぱり。なんかよくよく聞いてみると、確かに。あ、でそう思い出したんですけど、その、お手伝いさんは
インドネシアに子供が娘さんがいるんですけど、なんかあの娘さんもラマダンで絶食してるのって聞いたんですよ。そしたら、うん、あのその年は10歳になった年だったんですけど、うん、10歳になったから彼女が自分からやりたいって言い出してやるって言ってました。うん、おーそうなんだね、うん、そうか、まあ、確かに子供はね健康面でちょっと心配だもんね、うん、確かにそうね、うん、徐々に慣れていくのかな。じゃあ例えば今日は朝だけ食べないでみようかみたいなことか。あね、多分そんな感じでやっていくんじゃないですか。うん、徐々に慣れていくんだったらまだわかるけどね、なんか、うんうん、ただね、なんか本当食べちゃダメじゃなくて、日の出てる間だから、うん、日が出る前に早起きしていっぱい食べて、そうだよね、でね、日が落ちるのを待ち、まあ、準備しながら待って、そうだよね、うん、そこがね、なんかまたちょっとなんかあれって思うポイントでもあるんですよね。うん、面白いよね、そうそう、だってお楽しみって書いてあったしね、この、 あのコラムのタイトルにも。確かに、そうそう、やっぱ普段のね、普段ないあのラマダンビュッフェとか、そうそうそう、うん、あるから。私マレーシアにいる間行ったことなくて。あ、そうなんですか。よしこさんの、はい、うん、コラムを見てね、行っとけよかったって思ってますね。すごい豪華だもんね、だってね、うん、ねだって ね、ほら私断食してないからさ、食べたいものを食べたい時に食べてるでしょ。うん、うん、だから別になんか頑張った人たちがこうね行ってるから私はちょっと遠慮しとこうぐらいの気持ちでいたんですけど。謙虚、軽いなんて謙虚なのかしら。軽い気持ちで言っとけばよかった。そうだよ。いやでもね、最初やっぱ文化の違いだから、やっぱマレーシア、あのイスラム圏に住んだの初めてだったから、うん、やっぱちょっと難しかったですよ、いろいろ。ほら左手使っちゃいけないとか。あ、そうか、私って別に右も左も関係ないじゃないですか、手洗えば綺麗だと思ってるけど、うん、そうだね、うんうん、なんとかね、なんか違うから、やっぱラマダンもすごいなんか大事な儀式だなと思って。うん、うん、そうですね、そうだよね。そうだってあのコーランとかもさ、あのね聞こえてくるもんね、朝の、朝も早くから。あ、うん、あれいつもかな。そうだよね、いつも聞こえてきて。うん、1日何回ぐらい聞こえるんだっけ。5回 お祈りあるから。5回か、5回、うん、そうだよね。そうそう、 ああいうのが聞こえるとなんかこう、うん、エキゾチックな感じしますよね。うんうんうん、朝焼けとともに。わかるわかる、あのイメージが湧くよね、異文化って感じで。うん、するするする。そうですね、うん、私も1回だけジョホールバル行ったことがありますけど、確かに朝それ聞いてちょっとびっくりしました。うん、なんだみたいに。確かにそうだよね、最初は何何って思うもんね。そう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 、そうですね、うん、まあ、今回ねそのコラムの方にもあの先ほど出たビュッフェの写真がねたくさん載せてくださってね、うん、なんかもう、うん、美味しそう、美味しそうもあるんですけど、なんかすごい量ですね本当に。この丸焼き系とかね。そうだね。なんか断食丸焼きいいんだってそう思っちゃったりとかして。これはヤギ、ヤギじゃない、羊ですかね、他かな、うん、そんな感じよね。チキンより大きいし、うん、そうだ そうだね、きっと。うん、でもあれですよね、一日終わって、うん、あのお腹空いたと思ったらもうこれガブっていきたいぐらいの気持ちになりますよね多分。うん、うんうん、そうだと思うよ、本当に頑張って働いたご褒美って思うよねやっぱり。そうですね、うん、そうだからすごいビュッフェが充実してるってね、あの書いてあるんですけれども、うん、ビュッフェはでもね今コロナだから実際今年はできてるんでしょうかね、このラマダンビュッフェね。今年ね、今年バージョンもあるんですよ、あの、うん、よしこさんが書いてくださった3月ですね、ちょ3月の、20あるんですけど、去年のやつの2年前のかの方が、うん、あの概要とか書いてあってちょっと紹介するのにはこっちがいいなと思って。あ、なるほど、うんうんうん、はい、でもね今年の方はねさらに美味しそうですから、3月29日公開ですね。こちらもぜひぜひ見てください。あ、そうなんで、あ、そうそう、今日のやつだとね、うん、そうよそうよ、概要も一応書いてあった。うん、こっちの方がね美味しそうです。ああ、
なあ。あとあれですね、あの、うん、コロナだからあの持ち帰り用のとかもあったりして、いろいろ工夫されてるんだなっていう、あー美味しそう、ね、今年のもやっぱ丸焼きが最初にドカンと写真載ってますねやっぱ目を引きますからね。うん、もうね、またね、でも、うん、ビュッフェ今日本もだいぶできない感じになってますね。あ、そうですか。あ、そうなんだ。なんか意外と工夫してやってるのかなと思ってた。そうでもないんだ、やっぱり、うん、私もそう思ってた。なんかこの間ね、あの、あ、ごめんなさい、なんかあのホテルとかじゃないけど、なんか何でしたっけ、ファミリーレストランでなんかサラダバーみたいな、ああいうところは、うん、一応やってるんですけど、取りに行くたんびになんか手袋しないといけないんですよ、使い捨てのビニール手袋みたいな。で、うん、で使い終わったらまたそれを捨ててみたいな、そんな風なコロナ対策やってましたね。なるほどね。そうだったんですね。ローズさんとかあのオランダの方でビュッフェ行きました？最近ビュッフェどころかレストラン全部閉まってますから、まだもうずっと本当に。そうなんですよ。でまあそろそろ開くかな、テラスだけ開くかなって言ってるんですけど、うん、まあ、なかなか感染者が減らないので、まあ、5月中旬ぐらい目標みたいな感じ、まだまだですね。そう、話はねちょっとラマダンのなんか神聖な話ですけど、うん、そこから離れてビュッフェで、うん、ごちそうビュッフェ、とっておきのごちそうで食べていいとしたら何ビュッフェを食べたいですか、2人は。何ビュッフェ、私はもしねその制限なければ、マカオだとねもうビュッフェ天国なので、うん、私月に 3,4 回は行ってますよ。あ、そうなんだ。え、はい、大概週に1回ぐらい、あの、大体家族ディナーとかね、なんかお友達とのランチとかでも行きますし、だからそのぐらいの頻度で行きますけど、だから若干飽きてるっていうのはありますけど、私がね今まで行った中ですっごい楽しかったビュッフェは、これ東京品川プリンスなんですけど、あの有名なとこがあるのよ、品川プリンスにね、あのね、あのビュッフェの、あのなんだパソナっていう名前のとこだった、あ、パプナ、あ、ハプナっていうところがあって結構有名なんだけど、そこねマグロを解体してくれて、でそれをさ刺身の短冊にして出してくれたりとか、あとはもうそこはねカニとか、あとはもう ステーキもあるんだけど、やっぱりそのマグロ、うん、マグロが良かったな、あの食べ放題は。マグロ解体してくれるんですか、品川プリンスに行ってる。そう品川プリンス食べたい。いいのよあそこ、いいのよあそこ、行ったことないですね、ハプナ、うん、そうハプナ今やってるんですかね、こちらは。なんかパッと見たらね来週の予定出てたよ、だからやってるかもしれない。結構ね SNS とかでも東京に住む、まあ、日本の人たちいろいろ行ってる感じするから、うんうん、なんかこれはコロナかって思うぐらい不思議なんですよ。もうの全部閉まってるからさ、うん、なんかこの世にはそう、ね、そうケータリングしかないみたいな感じの世界なんで。オランダね、うん、そうだよね。そうやっぱりね、いろんなあの友達とかとね一緒に喋りながら食べるっていうのも全然なんだろう、あの会話も弾ん で一緒に美味しいねって笑顔になりながら食べるって、うん、食べる以外の利点があるんじゃないかなって思ってるんですけど、それがないとちょっと、あと内装、うん、ね、そう内装とかお皿とかね、で寒いのよ外のさベンチで食べるのがそうなんだもうねなんか同じものとは思えないぐらい別に美味しくない、まあ、テラス席はね、そっかそっか、テラス席じゃない、テラス席もないから、そのお店でケータあのあ持ち帰りで買って、うん、もうその場でね食べるんだけど、あ外で食べるしかないから、ぼっちゃんしみたいな。そうなんだねそっかみんなねなんか大人の人がみんなそんな感じで、だからデートの人たちもそんな感じでやってますよ。それは切ない。このハプナ良さげですね。
うん、ぜひ東京にお越しの際はとても良かったのでリサさんはいかがですか、夢のビュッフェ、私の夢のビュッフェ。私はね、でもまあ、もちろんねマカオにいた時、本当にさとこさんがさっき言ったようにもうしょっちゅう行くんですよね、うん、ビュッフェは。でそうなんだよ、いいな。でも私みんなが何牡蠣とかなんかそういう生ものを食べるんですよね、うん、オイスターの、はい、そう、だけど海鮮ね、うん、海鮮、そうそう、海鮮目当てで行くんですよ、エビとか貝とか食べに行くんですけど、うん、私は生ものあんまり好きじゃないんで、うん、なんか普通に、うん、火の通ってるものばっかり食べてるとなんか、うんうん、元が取れないみたいなことちょっと聞いて、わかるわかる、そうそうそうね、言われてしまう、元取りたくなっちゃうよねビュッフェって。そうそうそう、なのよ、絶対取れないらしいけどね。ああ、そうなんだ。まあでもそうかもね、うん、あでもなかなか取れないんだって、うん、マカオのビュッフェでビール飲み放題のところありますよね。ビール飲み放題、はい、そうビール飲み放題なんだけど、でもそのビールがピッチャーに入ってるの。ピッチャーなの、せめて缶とか瓶で欲しいよね。そうなんです、注いでくみたいな、冷えてんのか、ほんと、ほんと、それすごいな、はい、私食べ放題の時はアルコールあんま飲まない。私も、はい、だってもう食べれる量が一気に減るもん。そうだよね、そうだよね、だからピッチャーなんじゃない、やっぱりどんどんこう注ぎやすいし、うん、うん、そうなんですよね。まあでも、はい、マカオにいた時一番良かったなと思ったのは、古い方のリスボアの中にある、バイエティンっていうビュッフェがあるんですけど、ね、ああそうだね、バイエティン、はい、私も好き、はい、あそこは美味しいですね、うん、特にチャーシューが美味しいですね。あ、食べたい、うん、そうなんです。やっぱりスタンレーホーさん、カジノ王がね携わってるカジノホテルに入ってるレストランは漏れなく美味しいっていうのがね、マカオの定説なんですよ。そうなんですよね。社食はまずいって聞いてるんですけど、そうなんだ。そうそうそう。他のちゃんとお客さん向けのレストランはすごい美味しいです。ああ、そうかそうか。よかったじゃん。そうね。かわいそうだけどね、従業員の人たち。そうなんですね。そうか。じゃあさ、みんな私聞きたいけれども、皆さん今言ってたビュッフェと食べ放題、うん、それからバイキングなんていう言葉も聞いたかとは思いますけれども、この3つの違いはご存知かしら。え、違うの？おなじみで、うん、若干違うのよ。あれそうですか。まあ、ビュッフェはね、まあ、おしゃれなイメージありますよね。形おしゃれビュッフェ、見た目なの。いやいや、なんかなんとなくお店のおしゃれなお店はビュッフェで、英語だとビュッフェ、うん、ですね、うんうん、はい。食べ放題は、え、食べ放題なんだろう。食べ放題は食べ放題でしょ。何、バイキングはなんか焼肉バイキングって感じしますけどね、ファミリー向けって感じですね。なるほど。食べ放題は注文制とか、うん、おかわりくださいみたいな感じで。おー、なるほどなるほど、うん、答えは、はい、答えはですね、じゃあよく聞いてくださいね。私がさっきパパッと調べましたから、はい、ビュッフェ、ビュッフェはですね、もともとフランス語で、立食形式の会食だったりとか、まあ、そのテーブルの上にですね、もう料理が並んでいる、そしてそれを自分で取りに行くっていうスタイルのことをビュッフェって言います。なるほど、いいです、はい。まあ、なのでそういう自分が取りに行って、で自分で好きな分を取り分けて食べる形式のことをビュッフェと言います。で、食べ放題っていうのは、それに対して定額料金を払えば一定の料理をね、自分の食べたいと希望する分だけ食べていいっていうのが、食べ放題っていう、そういうサービスのこと、サービスの概念ですね、はい、食べ放題っていうのは、はいはい、なのでさっきリサさんが言っていた、例えば取りに行くだけじゃなくて注文式ももちろんできますよね、オーダー式だったりとか、うん、っていうのもあるので、実際言うと食べ放題の中に、ビュッフェを含むみたいな感じですかね、イメージ的には、うん、はい。でここで、バイキングなんですけど、バイキングっていうのはですね、実は日本初の食べ放題レストランの店名がバイキングだったって言ったところからね、由来があるんですよ。
意外。それでなんかみんながね、そうそうそう、みんながバイキングバイキング行こうとかいうとこからちょっとだんだん派生してきたみたいな、そんな感じです。バイキングにはびっくりしたな、うん、あれかと思った、ね、なんかノルウェーのバイキングとかの船の食べ方かなと思った、うん、あーなるほどなるほど。でもねそこはね、当たらずとも遠からずといったところで、このね、うん、日本最初にこのバイキングのお店を始めた人、まあ、これ昭和33年の話なんですけど、それを始めた社長がなんか初めてデンマークとかコペンハーベハーゲンで食べた北欧式のビュッフェがね、うんうん、なんかねスモーガスボードっていう名前なんだって。それはなんだけど、でそれを日本にも取り入れようと、はいはい、して感じで、最初はそのスモーガスボードっていう名前を名乗っていたんだけれども、もうに一向に人が覚えてくれないとこの名前を、だからもっと分かりやすい名前にしなくちゃいけないっていうことで、北欧といえば何、北欧といえば何だと思うみたいな、そういう社内会議をして決まったのが、北欧といえばゲルマン民族バイキングですよみたいな、そういうことでバイキングに決まったんだって。なるほどね。このスモーガスボードってスウェーデン料理って書いてますよ。うん、スカンジナビア料理、スウェーデン起源のスカンジナビア料理だから北欧でバイ、うん、へー、でも、はい、納得ですね。だってほら牛角とかのさ、うん、焼肉店とかはビュッフェって言わないもんね、うん、食べ放題のこと言わないもんね、うん、そうみんなこれで賢くなった、楽しく使い分けができますね。そうですね、なんとなく当たってるような当たってないような、なんかそうだ、ね、私フランスといえばなんかおしゃれなイメージがあるから、もうビュッフェとか、そうでもみんな味方でしょ、それもみんな小さい子供の時とかさ、ビュッフェって言わなかったよね、うん、言わなかった、うん、バイキングって言ってた、バ イ, バイキングって言ってたよね、うん、いつの間にかビュッフェになったね、うん、言ってた、うん、そうだね、う確かにそれはあるかも、いつかだったんですかね、うん、しかも昔は焼肉バイキングじゃなかったと食べ物があるような、それ福岡のお話しとるやろそっか福岡限定か、いやあんま行ったことないんだけどね、いやうちもそうや、うちもあんま行ったことなかったけど、うん、うん、そうだって苦しくなるんだもん、うん、苦しくなるね、もうね、元取ろうとしちゃいけないのにしたくなるというね、そうそうそう、これ本当にそう、いやでも ね、まあ、ねそう、うん、ムスリムの方々ね、やっぱりいちいち、うん、あの絶食を頑張って、うん、そしたらあのビュッフェ食べたいですよね、本当に、うん、マレーシア料理はさ何が一番好きでしたか、ロジさんは。私はチキン、チキンとかかな。でもね、私ねマレーシア料理はね結構そこまで好きではなかった、あのすっごい辛いし、すっごい甘いんですよ。甘いんだそう、それがねかなり極端な感じで、こんな辛くなくていいし、それをごまかすために甘い、中和するために甘いの、飲み物とかむっちゃくちゃ甘くて、そうなんだ、うん、あれ中和するための甘さなのか、あれは。そうそう、私が辛い辛いって言ってたらはいこれ飲んでローズさんって言われたピンクのジュースみたいなとか、ね、そうなんだね、結構油もきつかった気がするな、うーん、ーそっかそっか、私あのラクサが好き、あラクサか、ラクサは好き、うん、大好き、マレーシア料理なの、うん、なんかね、シンガポールとかいろいろ言うじゃない、だけどね、うん、マレーシア人はねもうそこはねすごいプライドがあるんだって、うん、あのなんか前確かこのコラムニスト あのよしこさんも言ってたと思うけど、やっぱり多民族国家だからいろんなとこから持ち寄って自分たちがこう作り上げたっていう、なんかそういうねプライドっていうからあるから、それこそほら、うん、チキンライスとかもシンガポールで有名だったりとかするけど、チキンライスもラクサもナシゴレン、ナシゴレンなんてさインドネシアかなって思うんだけど、うん、いやいやマレーシアですけどみたいな感じ のマレーシア一番美味しいですけどみたいな感じの、結構なんかね、食べてみたい、結構主張してくるね、うん、なんかね結構プライドっていうかあるみたいよ、やっぱりだから食べ物のことは、うん、
悪く言ってほしくない、他のことはいいんだって、なんか時間にルーズだねとか別に言われてもどうってことないけど、食べ物がさーとか言われて、なんかインドネシアに比べるとさーとか言われると、いやちょっと今なんつったみたいな感じそうなんだでもなんかこれやっぱマレーシアって多民族だから、うん、確かにね、なんかいいとこ取りをしてる感じがする。うん、そうだと思う。うん、ラクサもね、私ちょっとチャイニーズとの間って感じですもんね。純粋なマレー料理って感じはしてないです。ああ、そっかそっか、うん。私がジョホールバルで行きつけだったお店もチャイニーズファミリーが出てたし。ああ、ほら、あとあれもあったじゃん、フィッシュカレー。フィッシュヘッドカレー。フィッシュヘッドカレー。あれはシンガポール、私あれシンガポール料理と思ってたけど、でもマレーシアでも食べるや。食べるや。マレーシアじゃない。マレーシアか。マレーシアの方がなんか聞くけどな、フィッシュヘッドカレー。へえ、いろいろあるのね。あ、マレーシア。それだってさ、そうそう、カレーだからインド系も入ってるだろうしさ。そうだね。そうなんですよ。マレーシア。そして安いからね。ね、あそこが一番ね、また魅力でもあるよね。美味しさ倍増しますね。なんかそれだけこんな美味しいの食べてこの値段かって。それなりにね、いっぱいいいもの食べるとそれなりにはしますけど、でも日本とかね、他の国で食べるとはもっとかかると思います。そうだろう、ですね。はい、というわけで今回ですね、ラマダンの話させていただいたんですけれども、コラムをもう一度振り返ってみたいと思います。今回のコラムは2019年5月15日マレーシア在住の土屋よしこさんが書いてくださったコラム、マレーシアのラマダン期間ならではのお楽しみ前編ラマダンビュッフェについておしゃべりしていきました。これはね2019年なんですけれども、今年の、2021年のラマダンビュッフェについてもですね、はい、もうコラムに掲載されておりますので、はい、ぜひね、ご覧になってください。というわけで、最後に挨拶をして終わりにしたいと思います。ではローズさんからよろしくお願いします。はい、このコラムの後編はですね、ラマダンのラマダンバザールが紹介されているのでぜひ読んでください。世界ウーマン大ファウンダーの藤村ローズと、はい、今回の話を聞いてですね、マレーシアっての料理ってとかラマダンでっていうか、気になった方はぜひぜひ世界ウーマンのサイト覗いてみてくださいねの周佐とこと、はい、早速私が覗いてみようかなと思っている本田理沙がお送りいたしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。世界ウーマンのウェブサイトは www.sekaiwoman.com www.sekaiwoman.com です。エピソードの詳細欄にも URL を記載しています。取り上げてほしいトピックなどございましたら、世界ウーマンサイトのお問い合わせフォームからお寄せください。それではまた次回をお楽しみに。最後までお聞きいただきありがとうございました。